時刻8時46分です。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。ではトレンドピックアップいきましょう。今朝注目のトレンド、こちら。アメリカ大統領選、イーロン・マスクが 1.5 億円配布。アメリカ大統領選挙まで残り2週間となりました。民主党ハリス副大統領と共和党トランプ前大統領の異例ともいえる接戦が続いていて、7つの激戦州が選挙の行方を左右すると見られています。そんな中、アメリカの起業家イーロン・マスク氏、11月の大統領選挙に向けて言論の自由と銃所持の権利を支持する請願書に署名しました。署名した激戦州の有権者1人にですね、毎日100万ドル、およそ1億5000万円を配ると発表しました。言論の自由と銃所持の権利を支持する請願書に署名した激戦州の有権者1人に毎日100万ドル配ると、1億5000万円配る、こう発表したんですね。マスク氏の100万ドル配布、日本の現金配布起業家として知られる ZOZO の前澤さんもこれびっくりという、そんな感じでしょうね。それとちょっと趣旨違いますよね。そうですね。明らかに最近 の、はい、あのイーロン・マスクさんのね、はい、あの X における投稿っていうのは、トランプ支持、トランプ支持キャンペーンをですね、もう打ち続けてて、今の X の仕様でしょうがないんですけど、はい、しばしば僕の、ね、タイムラインにもあのマスクさん出てくるんですよ、はい、あまりにも出てくるので、昨日ミュートしました。そうですか、ミュートしちゃったんですね。でだからそういった中でのこういったですね、はい、現金配布ですから、本人はね、必ずしも連動していないっていうふうに、弁明するでしょうけども、明らかにねこれトランプ前大統領支持をですね、はい、広げる狙いはあるわけですよね、はい、だから票をお金で買うという批判に、なってるわけですよね、だから今田中さんご指摘の通り、そういう言い分もあるんでしょうけども、私見た映像はトランプと一緒にそれ言ってますからね。もう完全そうなんですよ、そうなんですよね、だからもう言い逃れはできないんですけど、言い逃れはしてますよね、してるんですよ、はい、でこれ共和党候補のトランプ前大統領の支援を広げる狙いがありますが、違法だと指摘する声もあります。トランプ氏を支援する政治団体による請願書に署名した人を対象に、11月5日の投票日まで毎日誰かに1人100万ドルを支払うと、マスク氏この団体の設立に携わったと。で19日、激戦州の一つである東部ペンシルベニア州の集会でイーロン・マスク氏が発表し、無作為に選んだ男性に最初の小切手を手渡しました。 X でマスク氏は、この賞金の目的は憲法を支持する取り組みへの認知度を最大限に高めることだ、こう説明しています。ですからもう配布は始まってるんですね。で経済誌フォーブスの世界長者番付で首位に立つイーロン・マスク氏、自身が立ち上げたトランプ氏支援の政治団体にこれまで7500万ドル以上を献金していて、接戦とみられる大統領選に財力を使って影響を及ぼそうとしているという指摘があります。大統領選まで2週間あります。少なくとも14人が100万ドルを手にするかもしれないというね、とんでもない財力。アメリカもね、はい、富裕層のこういった、政治への影響力っていうのもね、個人ベースで、関与していくわけなんですけどね。そうですね。侮れないものがありますよね。本当に、日本もね、はい、今企業献金禁止とかね、いう世論も一部で力を得てますけれどもね、はい、結局、個人だろうか企業だろうかね、お金を持ってる人が政治に影響力を課題に持っちゃうという枠組みはね、企業献金なくしたからといってなくなるわけではないなっていうのがアメリカ見ても分かりますね。大統領この在任時に減税をしたトランプ氏の方が起業家たちにとっては大統領として都合がいいのかと、こういう指摘もあるようですがね。で、マスク氏のこの現金配りですが、もちろん批判の声も上がってます。ペンシルベニア州のシャピロ知事、20日アメリカ CNBC の番組に出演して、こうした大金を政治に流せば深刻な疑念が
生まれる法的機関が調査すべきだと批判しています。アメリカの連邦法、有権者の買収や投票や有権者登録と引き換えに金銭などを支払うことは禁じています。マスク氏、直接トランプ氏への投票を呼びかけているわけではありませんが、請願書に署名できるのは有権者登録をした人のみです。登録を促すインセンティブ、報酬として法律違反になる、こういう声が上がっている。確かに有権者をこの超高額で買収しているように見る人もいるでしょうからね。いや、これ本当ね、グレーっていうか、はい、本当にね、場合によっちゃブラックになりかねないものだと思いますね。ペンシルバニア州のシャピロ知事は、民主党の、知事で、一時期は副大統領候補になるんじゃないかなっていうふうにハリス側のですね、ハリスさん側の、って言われていた人なんで、しかもこの激戦州でこのペンシルバニアを取るのかどうか、これかなり大きいポイントなんですよね。例えばハリスさんはこのペンシルバニア州を取れば、かなりですね、再選に近づくんですよ。トランプさんはペンシルバニア州ともう一個どっかの州を2つ取らないと、激戦州を事実上制したことにならない。いずれにせよこのペンシルバニア州っていうのは非常にこの熱い、州ですよね。もうここに全てかかってると。だからそこに向けて、マスクさんがこういったことをやれば、明らかにこれはね、グレーからもうブラックに近いっていうふうに思われてもしょうがないでしょうね。狙いすけすけみたいな感じですね、これね。そして選挙法ですとか、選挙資金の規制に詳しいカリフォルニア大学ロサンゼルス校のハセン法学教授、こう言ってます。有権者登録を条件に100万ドルの賞金を出すことは明らかに違法だ。司法省の選挙犯罪州には法律で禁止されている買収行為として有権者を対象とした宝くじが記載されている、このように指摘しています。だから今回同じことをやってるんだぞという見解なんですね、これはね。そうですね。ただ、マスクさんのね、こうやっぱ自分のこの巨額の資産を背景にして、俺様ワールド全開ですからね。今の X の運用なんかもね、例えばブロックとか仕様をですね、一方的に変えるんですよ。かねてか彼はね、ブロックあんまり意味がないと、でもね、ブロック結構重要ですよ。僕はね、河野太郎さんね、ブロック太郎と言われてますが、ブロック秀富とも言われてますからね。それがもう無効になるんですが、それなんかもね、一方的にこうね、規約改定みたいな形で、ちょっと独善臭が強いなっていうふうに思いますよね。そういったものがまさか大統領選でこれだけ出てくるっていうのはね、トランプさんがね、この間つい先日、マクドナルドで、アルバイトしたじゃないですか。知ってます？あっちの空いたあれもペンシルバニア州でやってるんですよ。やはり同じ場所、もう完全にここ取るぞと、ね、もうペンシルバニア州、多分ね、このペンシルバニア州に全て集約されている。注目ですね、これはね。それがどっちを取るかによって、でも当日結果出るかなっていうぐらい多分大激戦でしょうね、これね。なるほど、そうすると確かめたりとかね。だからこれ、結構ね、この問題こじれる可能性が十分ありますね、選挙後も。で、一方、元連邦選挙委員会委員長ブラッド・スミス氏、請願書への署名行為と有権者登録行為が別個のものであるため、マスク氏、法律に違反していないと考えているということなんですね。キャンペーンリーガルセンターの、アダブ・ノティ氏も、登録有権者であることを条件に金銭を配布することは違法であると指摘。しかし、スミス氏はマスクには自身の主張を支持する潜在的な有権者を特定するなど署名を集める正当な理由がある、このようにも言っていると、こういった自身の行為の正当性をマスク氏というのはちゃんと理解しているんでしょうね。それはね、顧問弁護士いますからね。だけれども、やはりこの問題政治的なものが絡んでるので、これで収まるような感じはなんとなくしないような気がしますね。そうですか。もうこれもそれも全て大統領選次第ですね、結果次第。以上、トレンドピックアップでした。